그리고준대라가새끼야미력은둘째말입니다나가네네김현우준대라야그후기희안녕하세요여러분안녕하세요그리고브레이크그리고입니다김경식입니다하정말오랜만에그토크를3년만에찍는거야違うよ、クッキートークはしたことあったじゃん。でも隣で何か食べてたりとか。なるほど。なるほどじゃないじゃん。なるほど。え、今日ドッキリじゃないの。そこ見たらカメラがもう一つあるよ。あ、こんにちは。今日は何について話ですか。今日のトピックは、ちっちゃ知りたいですけど、知りたくないですけど、知りたいですけど、知りたくないトピック。진짜日本の彼氏と韓国の彼氏何が違うか。これでもカップルチャンネルとして NG じゃないの。違いで話してもそれは結局前の彼氏と私の違いますじゃない。正直でもこれがもうそれで前の彼氏がもっといいですそんなじゃないの。他の日韓カップルさんも知りたいかな、私も知りたいから、何がちょっと違うポイントがあるかなと思って。もともとこれが選択した理由がインスタグラムじゃないですか。ストーリーでどんなことを話してほしいですかって言ったら、この日本人彼氏と韓国人彼氏ってやっぱり違いますかみたいな。아저리는근데패스트것도패스트니까소리듯이そうだね日本人男性数人と韓国人は자기一人ですよ。또嬉しくないね。と付き合ってきて、だからあくまでこれは私の意見だから。本当本当진짜그리고個人的な考えますよ。입니다입니다입니다でもあるはある、いくつかはあるよ。これやっぱ韓国人だからかなっていうのが、それ逆に日本人だからかな、そんなもあります。もうある。日本語が上手とか韓国語が上手、それはダメよ。キムチが好きとかダメよ。家族に会った時とか会わないにしても、彼氏が電話してる時とか、両親との関係が違うなって感じます。なんかどういうことで、例えばチャギだったら結構私と喧嘩してても、私とデートしてても、女人とかパニントから電話がかかってきたら出ます、そしてめっちゃ話すし、私とも電話を話してね、なんか今デート中にそんなのもないんじゃない、あ、それはでも韓国人は結構そんな感じなのかな。아니그게아니라데이트だから両親と電話しない理由はないじゃない。日本人の남자는それが恥ずかしいっていう人が多い。何が両親と電話が、彼女といる時にじゃあ「おんま」って出て「あっおんまにんだよ」「ああ大丈夫大丈夫後で後で」みたいなのが多い気がする。なんかお母さんとの会話とか、多分恥ずかしい彼女の前で見せますがそれならこれも同じ日本人じゃない。もしかして私がこれこ前でお母さんと電話とかしたらちょっとかっこよくない、もうちょっとありますよ。あ、なんかマザコンみたいな、あ、それはなくって、逆になんか家族を大切にしてていいなと思う。はい、私もなんか日本に来て居酒屋とかで隣の人たちも韓国人ですならば、あ、確かにお母さん大事にはしますよね。そんな話めっちゃ聞きましたね。韓国人イメージがそんなのあるかなと思うね。日本人の方がツンデレだ。あーかな。愛情表現がノムストレートな人はそんなに多くはないと思う。愛してるよとか言うよりは、好きだし。みたいな感じの人の方がチュンデレの、おいおいおい。でもなんか韓国人も来ると目を見て好きよとか言うじゃん。毎日話しますよ私、昨日忘れた、昨日忘れた、2週間前しましたね聞いた記事で。あ、来ることじゃないね、あれ。でも余剰によってはツンデレの方が好きっていう人もいるじゃん。来ることチュンデレが好きや、魅力がどっちもあります。だがじゃあ気持ちいい。これチンデレや。違う。じゃあ私これが彼女だとするじゃん。あ、ジャジュンナ。ええ、なんで私がジャジュンナギ？長みたいな。長って言いながらギュッてするみたいな。さらにこんなの。もうそれは暴力でしょ。バイオレンス。あいぶお縄でした。お縄でした。お前のことなんか好きじゃねえし。みたいな。私も今日からチンデレにちょっと頑張ります。違うよ、でもたまにチャギ意地悪の時があるじゃん。クリコ来て早く。なんかその時私はラフクリコ来て、こんなチンデレ相撲センスデート中に写真をめっちゃ撮るのは金京式と思います。韓国人みんなそうかな。確かにそうね。綺麗な景色もそうだし、もちろん食事もなんだけど、余剰よりも写真撮ろう
写真撮ろうみたいなのも、私がいいっちゅ写真撮ろう写真撮ろうみたいな、そして自分がかっこいいっていうのも大事にするじゃん。あ、もちろんでしょ。あ、もちろんでしょ。クルコ、もしかしてクルコがインスタグラムとかに写真をアップロードしましたんで、みんなが、あいごあなた彼氏真っ赤バカみたいだ、あ彼氏どんな顔そのとこ知って、バカみたいだ。だからこれがオレンジや。アニメだと、あ、みんなが、あ、お、あなた彼氏ちょっとかっこいいね、木村拓哉みたいね、そんな話がいいじゃない。木村拓哉とかどこで覚えた？さっきもセルフィー撮ったんですよ。うん、で、デシューよだって。ちょんちょんとさってるね。デシュー。デシュー。写真撮った時にチャギの方がこれ私良くないとか多かったじゃん。20枚撮って。正解が1枚ぐらいしかない。俺そんなや。俺そんな。私友達ね、実は100、200撮って1つや。え？本当。でも私は写真を人よりそんなにたくさん撮らないから、うん、だからその主力を残そうっていう意味ではすごいありがたい。詐欺が。わざわざ私が話さないですけど、私はこの前携帯電話もチェンジしましたのよ。もともと64ギガでしたけど、128ギガにチェンジしましたんで、それはもうゲームのためじゃないよ。これかと思い出るもっと残すかなと思ってそんなしましたんで、あ、それもわざわざ話じゃないよ。ここにはそんな、なんかニュースがどこかであったねって。一人ごと長っ。そんな。ヨジャよりもカメラのアプリをいっぱい持ってる。本当何が3個しかないやそうだ3個でも多い。そういうのもあんまり言うもんなんじゃは、よっぽどモデルとかさ、そういう人たちでなければそんなに気を使ってない。ウリオッパを見て、そう、確かに例えばがめちゃくちゃいいな今あなるほど、そこで、ね、何も気にしないなんじゃじゃない。確かにそれ、うん、私この前 お兄ちゃんと写真撮った時、お兄ちゃんこれ大丈夫ですか、見ないですけど、わいよ愛情表現は、まあ、さっきのツンデレもそうだけど、うん、そんなに話さない人が日本人は多い。うん、だ確かに私もそんなイメージがあるあるね。記念日とか、うん、誕生日とか、うん、そういう時にアイス来たよっていうぐらいで、こっちが好きって言っても無関心みたいな感じ。日本人でも毎日好きって言ってくれる人もいると思うんだけど、あ、これはもちろん恥ずかしい感じ。でも韓国人彼氏のおってよ、さらえよって話しますよね、キムキョンシン君。でもゲームしてる時のキムキョンシン君は、チャギーさらえ、私もさらえ、誰がこう私もさらえ。それね、木村拓哉もそうじゃない、しないよ木村拓哉ね、若干。うん、そうだね、世代もちょっと下で行こうよ。ストレートだし、うん、アメリカンな感じ、韓国の方が。ああ、本当？アメリカンな感じだ。ケースバイケースだと思う、みんな。あ、いくら？それはもちろんいいし、うん。優しすぎたら詐欺みたいだから嫌っていう人もいるかもしれないし。これがどっちが好きだったね。私、キム・ギョンシック好きし。あれです。사실알고있었어。イベント時、これについて正直言って自信のちょっとありますじゃん。私なんかちょそれでもちょっとよく しましたらな。え、これでどっちから先に言った方がいい？韓国人。あ、韓国人。記念日の時にめっちゃ計画してくれる、時間を使ってくれる、心を使ったものを準備してくれる。チャギがしましたものは今、うん、プンソンとか、うん、この横断幕サランエとか、携帯ケースに写真があるとか、思い出をどう作るかなっていう、自分の気持ちをどう上げるのかっていうのにフォーカスしてるのが韓国人なんじゃないかなと思います。그럼요、ルイ・ヴィトン、グッチ、カバンは世界誰でも持ちますや。でもこんな横断幕クリコしかないもの、こんなケースとかはクリコしかないよ。だからクリコについてキム・ヨンジの心の世界で一つやか。おや今日。え？ぼやが何？自分でぼや。ぼや。確かにでも他の日韓カップルさんとかでもどこかいいところでシクサっていう人もいるんだけど、うん、必ず手紙とかが入ってたりだとか、うん、メッセージを添えてたりとかして、気持ちをどうやって一生懸命伝えるかっていうのを考えてるんじゃないかなっていうイメージがあります。ありますし、とりあえず褒めたね。うん、褒めましたね。とりあえず褒めたね。じゃあそれなら日本の男性はどうですか？彼氏。やっぱりいいところに連れて行ってあげようとか、うん、いいホテルでディナーしようとか、うん、プレゼントも準備してあげる人が多いのかな。でも手紙とかはそんなになくって、うん、まあ言えばこれ今回準備したよ、それで分かってねみたいな。
あかそんな話を聞いたらちょっとなんか大の中でこれことこれこう前彼氏のイメージがちょっとあるんですよ。あ、キムヨシがこれあげたな。クイコクもちょっと好きだって言ってたし、可愛いって言ってたし、韓国で一番人気なキャラクターよって言ってプレゼントするじゃん。うんうんうん、プレゼント。あ、これ何？クヨン。あ、これ私好きなものでどうやってしてたの？クヨンシクロ。あ、本当めっちゃ可愛い、ありがとう。こんな感じ。こんな感じ。めっちゃツンデレね。ツンデレツンデレ。コメントの中で、私の彼氏は日本人だけどそんなんじゃないっていうのは全然書いて大丈夫です。あ、これももちろんもちろん。これ視聴ね、ちゃんもらうか。これトピックスね、視聴もしたくないんですけど、うん、これのクリコだけじゃなくて、友達カップルとか見て、うん、スキンシップとかについて。スキンシップ、うん、話してみて。スキンシップは多分日本人はスキンシップするぞって言ってするイメージ。あ、ちょっと待って、今こうやって話すから会長今こうやって話すから多分私だけじゃなくて見る人たちもごめん、タタペ、ね、なんかあれはタタペですけど何かしてました。わ、うん、かりました、わかりました。なんかスキンシップしようって言ってする感じ。例えばチュー一つしてもチューしていいって聞くか聞く感じなんか夜とかも、うん、なんか今日しますみたいな。キムチチゲにボソがいい。韓国人はスキンシップが当たり前みたいな感じ。ナチュラルと思います。ありがとう。チューとかも普通にナチュラルにするし、そんな時もそんな時もなんかシーチャとかじゃなくて、もうあれ気づいたらここにいたみたいな。あ、でもこれ今山や。あれ気づいたらここだね。なんか、うん、韓国人は英語の発音がすごい綺麗だなと思います。英語、英語、私英語を使った。うん。すみません、でいろいろ質問しますよ。ここ居酒屋じゃないよ。何や、でもなんかストレートに塩だけ丸バラらも。今カメラ見ることはできない。みんなのイメージが。でもなんか日本人もそんな考えたら気をっち。いや、気をっちの僕は魅力がありますもん。うん、あ、そっちのね。僕は韓国人男性が優しやこう、ひとちひとちこんなイメージがありますよ。僕は日本人男性は진짜ツンデレ魅力がありますもん。ああ。話聞いた。仕事する時とかも、うん、日本人は仕事の時はもう本当に仕事モードすぎる。わかる？うん、無理です。会社でも絶対に電話出ない、うん、決定電話しない後、絶対出ない、連絡しない後、三佐といる時とかはもう何時間でも連絡がないとか。なるほどなるほどなるほど。これが本当にイクンカップの問題、めっちゃありました問題で。あ、本当？めっちゃありましたよ。私たちのメッセージもめっちゃ聞きました。日本人って豆じゃないのみたいな。ペサにいるって言ってるのになんで電話するのっていう世界だから。なるほど。それなら韓国人は？韓国人はちょっとの時間でも連絡をしようと忘れちゃう。うん、イモティコン一つでも送るし、うんうんだけでもするし、今何してるっていうのは絶対言うじゃん。くんで、왜냐면結局トイレ行く時も携帯電話と一緒に行きますじゃな。ご飯食べる時も携帯電話と一緒にいますよ。でもその時には今ご飯食べるとか、今日何時に終わりますとか、それぐらいできるんじゃないかなと思いますんで、文化が違うかな。連絡の頻度とかもスケジュールがない日でも、うん、日本人は少ないと思う。どっちかっていうと、休み時も、休みの時も。なんで？これなんかちょっと、まあ、わざ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 する理由はないよ、そんな。なんか起きた寝るとかも本当にあったの。でもそれ知ってもそれが愛しないっていう意味とかないね。うん、でもなんか何かじゃあ自分が眠いけど一旦起きたっていうのを私に言ってくれるから。そんな対話をしても日本人彼女は気にならない人もいるし、多い人は多いから。多い人が習慣だったらそういうの絶対無理と思うけど、ケースバイケースか。少ない人が習慣の人は自分もしなくなる。なんか私もしなかったじゃん最初。うん、最初めっちゃしなかった。全然しなかった。本当にこれが私が今まで友達の話聞いたり自分の経験とかで思ったことだけだから、もう全然日本人でも韓国人らしいというか、うん、そういう人もいるだろうし、韓国人でも日本人っぽくツンデレの人もいるかもしれないけど、こういう人が多いんじゃないかなっていうゲスで話してるから。確かに、クリコが見るとき日本人彼氏と韓国人彼氏それが違いましたかな。今日挙げた意見はそうです。結局それなら
どっちがもっと好き？日本人、韓国人じゃないの？キムギョンシンが좋아해요。これが聞きたいでしたし。わあ、急にツンデレになった。こんなに話しましたが、次のコケトークでは逆バージョンで。日本人の여자と韓国人の여자の違い。それでは、여기까지봐주셔서고맙습니다。私で。あれ、여기까지봐주셔서감사합니다。